コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、こちらをご紹介していきます。はい、ドラゴンボールスーパーロングステッカーガム16個入り、ということでね、ワンボックス、買ったんですが、どういうものかって言ったらね、こういう感じのやつです。はい、なんかね、初めて見るんですけど、すべて銀色に光るオリジナルイラストステッカーということでね、全18種類。はい。こうね、なんかいろいろあるんですよ。なんかめちゃくちゃかっこいいんですよ、このステッカーが。なのでね、ちょっと、ワンボックスで買っちゃったんですが、なんとね、これ、ワンパックに3枚、ステッカーが入ってるっていうことでね、普通に言ったら、ストレートで言ったら、6パックで、全種揃うのかな。うん。でも16個も入ってるから絶対多分コンパできるんだろうけど、ストレートに行きたいんでね、何パックで全種揃うかやっていきたいと思います。では早速ね、1枚ずつ、下からね、切って、紹介していきたいと思います。はい、ということでね、箱のね、上から上の左から3枚、右から3枚、を、とりあえず取り出しました。これがね、うまくいけば、この6枚でコンプするはずです。はい、ではね、早速、まあ1個はね、もうすでに、下切ってあります。もういきますね。はい、とりあえずガム、あ、こういうガムですね。はい、ではいきます。まず1枚目からいこう。はい、よし、いくぜ、せーの。あ、1枚目とか、もうダメだこれはい、フリーザ、わ、フリーザすっげーいい、かっこいいでしょこのステッカー、めっちゃいいよね。53万です。超かっこよくない、このゴッド、すんげえかっこいいんだけど、このゴッド。うわ、かっけえ。もうピン、金ピカピン、銀ピカピン。あ、これはボタモだ。ボタモはポップな感じだね、イラストがね。うん。ポップ。すげえポップなイラスト。バウンドしてるね。はい。はい、ということでね、いきなり、結構いいのが出ましたね。はい、こういう感じのステッカーなんですよね。めちゃくちゃかっこいいんですよこれ。2パック目ね、とりあえずガムだけ出させてください。はい、これ全部出ちゃうんだよな、うまくやんねえと。じゃあまず1枚目いきますね。はい、いきます。ジョンジョンお、ビルス様、お、いいね、ビルスもいいね。すげえポップな感じ、これも。食べ物。うわ、これいいな、マジで、このステッカー。裏はね、何も書いてないんですけど、うん。うわ、これめちゃくちゃいいよ、ステッカー。はい、続いて、ジョン。お、これは、お、キャベ。いいね。キャベもいいじゃん。ファイナルフラッシュ、もうベジータだっけ、ファイナルフラッシュ弟子に続いて師匠が出た。ガム、とりあえずガムを出して、あれ切れてないな。はい、とりあえずガムを取り出す。はい、じゃあ行きます。1枚目、3パック目の1枚目。これなんだ、スーパー、スーパーミスターサタン、嘘、めっちゃレアじゃねこれ、ある意味これレアサタンがスーパーサタン、スーパーミスターサタン、何これ、こんなのあんだ、
え、これってなんかシークレット枠みたいなのあった。次はブーですね。いいなあこのステッカー、マジですっげえ洒落てる、おしゃれステッカーで、いいね。で次はせーのポイット、あウィスウィス、あウィス、おいいね、ウィスは盾だ。うわーいいよいいよ、とりあえずガム、とりあえずガム、はい、いきます。はい、1枚目、あ、持ってない、お、これはいいんじゃないか、もしかして順番的にシャンパと、バドス、シャンパとバドス、これもなんか洒落てるね、かっこいいね。はい、で、2枚目、およいしょっと、あら、あ、違う、お、一瞬ベジータかと思った。これは悟空か、うん、悟空だな。カメハメハ撃ってる悟空、多分これ通常悟空だね、うん、かっこいい、めっちゃかっこいい、このステッカー何これ、あーかぶった、ここでかぶったスーパーミスターサタン、あー順調にいけば かぶらないのかと思ったけどそうでもないんだね。これでもうワンパック開封するの決定しちゃったな、これ、はい、とりあえず1枚目、はい、ポン、あ、お、来た、ゴテンクスフュージョン、いいねこれも、うわいいよいいよいいよ、フュージョン、はい、3枚目、うわかっこいい、やっべ出た、スーパーベジータ、このね、人造人間編のね、このベジータのこのお得意の、シーンね、うわかっこいいな、いやマジでこれいいわ、センス抜群のステッカーだなこれ、はい、あ、悟空ブルーかな、うん、悟空ブルーだ、孫悟空、多分悟空ブルーでしょこれ、色がついてないからわかんないけどね、うん、多分悟空ブルー、かっこいいね、よし、このパックは被らなかった。6パック目来たよ。6パック目1枚目。お、これはなんだ？あ、マゲッタだ。あー、マゲッタね。すごいロボット感すげえ、うん。いやー、マゲッタ。これもラインナップ入ってんだな。2枚目。はい。うわ、こっけ。ピッコロめっちゃかっこよくないですかこれ、魔漢交差法のこのまがまがしいうねり、これ超絶かっこいいんだけど、このピッコロ、うわ何この、めっちゃかっこいいよねこれね、マジかよこれ、超かっけえこれ、やばいでしょこれ、うわピッカピカ、はい、3枚目、3、うわヒット出た、ヒット、わヒットもかっけえこれ、すーげえなんか弾丸が打ち込まれたようなデザイン、やっぱヒットだけ殺し屋だけあってね、かっけえ、超かっけえ、なんなんこれ、ということで、コンプはまだしてないんだよね。どっちにしろ、コンプは、あ、コンプはしてないよね。とりあえず見ていこうか。で、
悟空でゴッドで、悟空、ベジータ、ゴテンクス、ピルス、ピッコロ、マジンブー、スーパーミスター、サタン、フリーザ、バルストピ、シャンパ、ボタモ、マゲッタ、キャベ、スーパーベジータ、ウィス、ヒット、あ、この縦のフリーザだけ出てねえよ、マジか。うわ、これのためにもうワンパック開けなきゃいけねえのか。いやー、参ったね。とりあえず、じゃあ、左の上いきますか。これでちょっと揃ってほしいな。あんま開けたくねえな。よし。とりあえずガン。よし、いくぜ。来い、フリーザ。かぶりそう。あ、かぶるよな。続いて。よいしょ。マジか。当ててこない。頼むよ、頼むよ。はい、打てて、フリーザ。よし、いきます。フリーザ。あ、すげえ、いっぺんに出ちゃった。いっぺんに出ちゃったよ。ああ、どっちに揃ってねえや。あ、まあいいや。こっからはいっぺんに出し、よっしゃ。いくぜ、せーの。はい、まず、ベジータ。ゴテンクス。あ、ヒットマジか。いや、あれ、全然出ねえじゃん、フリーザ。やばいやばい。なんか無駄に開封しちゃってる。よし、せーの、セット。あ、やっと来た。よかった。まだ未開封残せてよかったわ。あれ？あ、フリーザじゃねえじゃん。これ、フロストか。ずっとフリーザだと思ってた。フロストだった。そうか。第一形態。第2形態、最終形態、そっかそっかそっか。で、悟空に、シャンパンとバードス。はい。お、よかった。出てよかった。はい。という感じでね、なんとかフルコンプできました。はい、全18周。いやー、にしてもこれはほんとマジかっこいいよね、デザインが。これはね、ほんとかっこいいよ。すごいな。デザインが超かっこいい。いやー、このゴッドも超かっけえしな。もう、すっげえよ、これ。はい。という感じでね、まあ、ここら、ここでお知らせなんですが、もうすぐね、チャンネル登録者数が1000人に、到達しますんでね、ここで、皆様にね、1000人突破した暁にはね、いろいろとちょっとプレゼント企画を考えているんですが、ちょっとね、皆さんにね、どうなのかなと思ってちょっと聞きたいと思います。なんかプレゼント企画ね、やってほしいっていうのがあれば、やります。はい。まあその場合ね、どういった方式で、やるかっていうのを、決めたいと思います。はい。まあね、プレゼントっていうのはね、まあ大体こういうダブったやつです。ダブったやつを、差し上げるっていう感じでやっていきたいと思います。なのでね、またチャンネル登録者数が1000人超えたあたりでまたお知らせさせていただきたいと思います。ぜひね、コメント欄にね、書き込んで教えてください。はい。ということで、今回はね、結構珍しいけどかっこよかった、ドラゴンボールスーパーロングステッカーガム、こちらのね、開封をしてみました。はい。もしよろしければね、この機会にチャンネル登録、あとね、見ていただけましたら、ぜひ、いいねボタン、お願いします。では、今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございました。